なんとか見えます。はい、はい、まずロス位なんですけれど、これではあの赤い四角 と、黄色いラインはすごい見にくいですけど、赤い四角で追ってもらえば大体いいと思いますが、現在、2000ミリから1500ミリぐらいの間で、推移しているんですが、あの海水を注入を開始して、はい、あの切り替えも終わって入っているはずなんですけれども、これが上昇トレンドにならないということが一つ非常に懸念しています。でもしかすると、主要配管のどこかでリークしていて、おそらくはその、ジェットポンプのスタンドパイプのところぐらいまでしか、ロス位が上がっていかないんじゃないかなというのを非常に気にしています。でもう一つはあのドライウェル圧力なんですけれども、このトレンドだとですね、そこで、下がってきているようには最後のところ見えるんですけれども、実はこの後また上がってきています。で、今切り替えてもう一つ見せているものの、白抜きのひし形ですね、それがあのもうちょっと詳しいトレンドで、今あの最、一番右端のところを見てくると、あの14時ぐらいからそうですね、上がり傾向になっていると。でこれはおそらくは、開けていたはずの栄養弁がまたあとエアの供給が滞って、それによってまた閉まって、それによってドライウェル の、あのベッドラインが閉塞して、で圧力が上昇していると。で今最新の情報をちょっと口頭で聞いたら、このトレンドよりもさらに若干上がりが早いです。なので、18時よりも、あ、18時か18時より手前